ここでは2020年におけるサッカー、日本代表の試合結果などについて記載する。2019年から2020年から2021年2019年12月20日に発表された2020年の日本代表の年間スケジュールでは、3月と6月に2022、FIFA ワールドカップアジア二次予選の残り4試合を行う予定としていた。しかし、 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、3月9日にアジアサッカー連盟が開催延期を前提に判断するように求められたため、3月開催分の2試合は3月11日に、6月開催分の2試合は4月1日に、それぞれ延期が発表された。延期分の試合について、当初は10月から11月の開催を予定していたが、 新型コロナウイルス感染拡大が収まらないため8月11日に2021年に延期することを発表した。その後、9月16日に国際 A マッチで期間中の10月9日にカメルーン戦、10月13日にコートジボワール戦をオランダで開催すると発表。さらに、11月にもパナマ戦が11月13日、メキシコ戦が11月17日にそれぞれ、 オーストリアで開催される。これらの試合に招集されたメンバーはすべてヨーロッパのクラブに所属する選手のみで構成される。2020年に招集された選手。大会、招集選手勝利引き分け敗戦日本、V ミアンマーモンゴル V 日本日本、V タジキスタン日本、V キルギス日本、V カメルーン日本、V コートジボワール、日本 V パナマ日本、V メキシコ。ありがとうございます。